今回は戦場に敵味方の勢力数が多いほど効果が上がるジョン万次郎デッキで、2色デッキもジョン万次郎に利用されてしまった回。5色側は当然序盤式流派一固定やからいろいろしんどい。こちらがジョンを打てる時、相手もジョンを打てるニーチェ状態。それでも差をつけられるとしたら投げ計略の部分かな。今回はいろいろと面白い試合になったから動画にした感じやな。今川家に栄光あれ。無理。槍が折れたか。お粗末様でした。狙え。I'll be back。そんな。流派発動。一の型。狙え。通人。この槍がある限り。アイムバックぜよ。狙え。今川家に栄光あれ。さあ、私の心を動かしてごらんなさい。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。流派発動。三の型。天気開放。お粗末様でした。そんな。ごめんなさい。I'll be back。 我が主、今川治部の大夫は常にここにあり。狙え。乱暴ですね。槍が折れたか。
のれ狙え。 I'll be back。 出会い切れ。相変わらず地味だな。撃つよ今川家に。エコワレ私も支えます。流派発動。一の方撃つよ。この槍のあるか。さあ私の心を動かしてごらんなさい。やられるものか。撃つよ。言葉は絶対聞けよ。ヘイ撃つよ。お粗末様でした。ヘイ、これ狙え。これワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。流派発動。ミノカタ戦場をかける瞬間におなりください。ヘイ撃つな。ヘイ乱暴ですね。槍が折れたか。我が主、今川治部の大夫は常にここにあり。そんな。これ狙い。I'll be back。 おのれ相変わらず地味だな。これお粗末様でした。僅差の時に最後ギリギリで根性ハイライト負けたって思うよね。ご視聴ありがとうございました。